はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久々に、町田の29さんに来ておりまして、今回の食材はもう目の前に出てるんですが、見たことないサイズのパンケーキでございます。上の具材がね、4種類クワトロで、4分の1ずつ乗っかっておりまして、今回はね、特に計量とか作るときにしてなくてですね、もう久々なんで、オーナーさんがもう楽しんで作ってくれたということで、苦しくなるようだったらお持ち帰りします。それぐらいのね、ちょっと量なんで、おしゃれな食べ物なんですけど、タオルを巻いて、全力で楽しんでいきたいと思います。いや、すいません。食べたいと思います。はい、ありがとうございます。いただきます。まず、ここなんだろう。上が多分これチキンかな。チキンから、やっぱ久々にこっち肉が、パンケーキ分厚、これ見えるかな、厚みがね半端じゃないですよね。うまちょっと次にこっち行ってみよう。なんだろう、あ、ベーコンだ。カリカリのベーコン。うまっ、うまっ。で、今回ね、こちらにメープルシロップ用意していただいたんで、このベーコンゾーンにかけたいと思います。うまい。甘じょっぱ、うまっ。つまみ食いで、うまい。
はい、ということで今ねちょうど半分食べたんですけど、なかなかねこのパンケーキの密度がすごくて、まあ、お腹もそうだし顎もねだんだんこうダメージがもうパワーが溜まってきまして、おそらく今回完食してしまうともうかなりきつい状態みたいな状態になっちゃうと思うんで、それはね今日避けようと思うんですけど、生クリームとか乗ったねフルーツの方は持ち帰りがちょっと難しいと思うので、こっちはね食べて、こちらのスクランブルエッグの方は今日は持ち帰りしようと思うんで、とりあえずこっちの方食べちゃいたいと思います。どっから食べよう、どっから食べよう。いや、こっちからかな。よっ。うん。うん。甘酸っぱくてうまい。はい、ということで今ね生ものの食材系は全て食べ終えたんですけど、ちょっとねさすがにお腹いっぱいいやね、久々にこの大きいデカ盛り29のオーナーさんにね作っていただいたんですけど、いやまあね正直多分過去一番ぐらいで大きかった気がするなので今日余った食材については詰めていただいて持ち帰って後で食べようかと思っております。で、多くの方はねぜひ29さんにこんなバカでかい、器が入りましたので、ぜひねこういう料理作ってほしいとかあればオーナーさんの相談を受け付けるってことなんで、何かねアイディア企画があればオーナーのスイさんの方に連絡してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。ということで、今日もごちそうさまでした。じゃねー。